利府町にある新幹線の車両基地が一般公開され、多くの家族連れなどでにぎわいました。このイベントは新幹線の魅力を知ってもらおうと JR 東日本が毎年開催しています。新型コロナの影響で過去3年は規模を縮小していて、通常開催は4年ぶりです。会場には家族連れなど多くの人が訪れ、8分の1サイズのミニ新幹線の乗車体験はおよそ2時間待ちと大盛況でした。楽しかった。朝早くから多くのお客様にお並びいただいて、ようやくこういった時間がですね、戻ってきたなというふうなことを実感しています。訪れた人たちは普段は見ることができない点検時に車両を横に移動する機械や新幹線が構内を移動する様子を写真に収め楽しんでいました。